はきょ二22日プラクティス初日が終わりました、えー、思いもかけないドライブシャフトのトラブルがありまして、えー、なかなかあのいい、えー、プラクティスができなかったんですがそれでも2分ちょうどということで、えー、ポ,ーさんポール・ダレンバッハさんと並ぶベストタイムを出すことができました、えー、今日メカニックエンジニアが一生懸命車の整備をしています明日には車が直って トップセクションでいい走りができればなとこんなふうに思います今日は後ろに見えているパイクスピークも非常にいいお天気で明日の路面が期待できますそれではコールスプリングスパイクスピークからでした